はい、今回はですね、ハンハンの改造、これをやってみたいと思います。で、まあ題材にするのが今回このハンハンゼロ、これを使ってですね、まあ釣りをするときに、まあオープンウォーターばっかりじゃないと思うんですよ。で、オーバーハングの下にキャストして、バスを引きずり出す、そういった釣りがあるんですが、その時の戦闘力をアップさせるためにガードをつけようかなと。で、それを今からやってみたいと思います。はい、樹脂でできてるんですね。で、この樹脂でできてるヘッドに穴を開けます。このブラシガード、これね、このブラシが入る穴を開けて突き刺すわけね。で、まあどうやって穴を開けるかというと、これ樹脂でできてるんで、こういった、まあ、針金を炙って、当てると溶けて穴が開きます。で、まあ入れたいブラシガードの、まあ、太さよりも若干太いぐらい、もしくは同じぐらいでいいと思います。なぜならば、溶かして刺した時に、若干抜く時に大きくなるんで、はい、それでは実際やってみたいと思います。これね、まあ使いやすいように針金を棒に突き刺して、作ったものなんですが、まあ、これ別にこういった木にですね針金を突き刺しますね。まあ、これで出来上がり。はい、で、まあこれ2本あるのは、こちら側は、ガードを2本刺すように束ねて、2本束ねてね、で突き刺してあります。こうやってこの状態ね。で、まあ持ちやすいようにカッターナイフでこのエッジを切ったったらええねんけど、こうやってね、まあこう削ってもいいですけど、まあこんな感じで持ちやすいようなこういったものを作りますね。はい、でこれ短すぎたらライターで炙ると燃えちゃうんで、ある程度の長さでとどめておきます。これを、このターボライターで炙ると、まあ、赤変わりますよね。で、これをこの樹脂のところに当ててやると。とやります。あらかじめこのスカートをですね、避けといて、温めてから避けるとね、うまいこといかへんので。で、炙ると。で、そのまま。冷めないうちにここに当てると、こうやってね。で、冷めるまでキープします。そうするとこないして穴が開いた状態で固まるんで、でこれをペンチで抜くと、まずガードを刺すために邪魔にならないようにスカートを束ねて開けときます。このヘッドの部分をね。で、ライターで先ほどの針金を炙ると。で、冷めないうちにこう刺すわけね。で、このままキープしておいて針金が冷めるまで待ちます。この状態になるね。で、これで抜くと。で、多分ひっついてしまってるからペンチでこの針金を持って回しながら抜くと、このヘッドのここにね穴が開きます。で、ここにまあガードを刺すわけですけども、こうやってね、まあまあブカブカになってるとします。このブカブカを修正するために、瞬間接着剤をまず
出すねんね、ここにこうやって、はい。でこのガードの方にいっぺんつけます、軽くね、こうやって。でこれを水につけん、こうやってね。で水につけたものをもう一度ガード、瞬間接着剤につけます。すると、ちょっと太くなるんですよ。でこれで、まあ、調整しながらちょうどいい状態に、刺し心地がちょうどいい状態になったら刺して固まるまで待ちます。はい、出来上がり。これまだ固まってないかな、この状態ね。このブラシガードのブラシいうのは本当にデッキブラシのブラシなんですよ。だから家にあの皿のデッキブラシがあったら、まあ何本か抜いたらええんじゃないかなと思います。でね、これ瞬間接着剤を先につけて、多分このままだったらブカブカなんで、水をつけて、な一緒に固まんでね、これでこう調整しながら、あちょうどええなっていう時点でもう一度瞬間接着剤をつけて出します。こうやってね、まあこの角度は各自考えてみてください。まあだいたい45度から55度ぐらい上に対してね、まあその辺が一番効果があるんじゃないかなと思います。はい。でまあ適当に長さを調整して、はい、出来上がりと。はい、こんな感じです。応用として今度はこの2本束ねた方ね、針金を2本束ねた若干太いやつ、3本は多分いらんと思うんですよ、半々ぐらいやったら。でこれを同じように、炙ると、はい、これでガード2本使用ができます。でこのガードも2本束ねて、同じように瞬間接着剤つけて、でここにつけます。はい、これね、わかります？縦に、縦にちゃうわ、わかります？横に2本ついてます。まああとはね、工夫次第でどないでもできますね。日本仕様のガード付き半々ができました。もっと固くしたい場合、3本刺したらいいんですけども、そんなことしなくてもこの瞬間接着剤をこの間にスーッと垂らしたんでね、なこれで硬さが調整できます。はい、最後までひっつければ硬なし、途中でやめればそれなし。はい、こいこいマックス、まあ開発したんですけれども、この新しいテールね、カーリーテールになったりますで、先端の方に、丸い半球がついてます。でこれを使用するんですけども、この半々につけてね、もともとのコンセプトが、まあ、その名前の通りコイコイアクションを、まあ、増幅させようということで、テールを平たく大きくしました。で平たく大きくして、なおかつ先に重量質量のある部分を設けて、よりその水を仰いだろうということで考えてあるんで、カーリテールなってるんで、リトリーブするとピラピラピラと、誘うんですが、どちらかというともともとのコンセプトは
アクションを増幅させる。だからかなり早く巻かないと動かないです。でも動かしたくなりますよね。単体でジグヘッドで使用したり、トレーラーのまま使用するんですが、早くピッチングしながら、もしくはリトリーブしながら誘うとき、その時に、動かしたい時の改造方法、まあカットですね、いつもの得意のワームのカッティングです。それを説明したいと思います。はい、これね、カッターナイフで切るんですが、ここの一番太くなっているところ、ここを残しといて、この上わかりますかね、ここをこのようにカットします。同じようにこのようにカットします。でこの幅は、各自好みに合わせて切ってくれたらいいんですけども、でこのようにカットすることによってここの腰が抜けんねんね。そうすると、テール部が、スローリトリーブでも動くようになります。で形がブサイクやなという方は、思わはる方は、以前にハマーグラブでやったんですが、スリットを入れます。要はここの、テールの部分の腰を抜くために真ん中にスリットを入れます。でその時のコツが、曲がったものにまっすぐに線をきれいに、ね、入れるの難しいんで、まずワームを伸ばします。これね、切りたいところのワームをまっすぐに伸ばします。で伸びてるわけなんで、カッターナイフの刃を少し当てるときれいに切れます。で真ん中にカッターナイフの刃をはわしてあげるとちょうどセンターに切れ目がいくと。これね、でこれで腰を抜けさせるわけですよ。そうするとスローリトリーブでもよく動く。でまあギリギリまで、この付け根のギリギリまでやればやるほど、テールの腰がなくなるんで、スローなリトリーブで動きます、ね、だからまあ何が必要か言ったら、カッターナイフとちょっと器用な兵ですね。はい、まあ改造したハンハンのコイコイマックスを使ってですね、あなたの釣りを戦闘力アップして楽しんでください。最新作の爪切りファイルはこれね、残に投げるに力と書いて機動力と呼びます。機動力、内容はね、あのハンハンゼロを中心に、ハンハンの釣りを説明しているのと、琵琶湖の釣り、琵琶湖で夏の琵琶湖の楽しみ方を紹介しています。ぜひ見て達成を上げてください。機動力。出たね。見た？バーン。
絶対釣れるわね。